見えない系？超ワロー。あれがルナの塔なんだ。とっても大きいね。あ、歌詞のインスピレーションが湧いてきちゃった。メモを取っておかなきゃ。ヒデサイはあそこで記憶を集め中なんだよね。今日はうちらが手伝ってあげる。うん、君にはお世話になりっぱなしだから、少しだけでも恩返しさせてほしいな。それにしてもカルミナのノゾミンとヒデサイが知り合いだったなんて知らなかったよ。マジびっくりした。私だってそうだよ。トップモデルのスズナちゃんと君が知り合いだったなんて君と一緒にいると本当にいろんなことが起きるよね。私の顔なじみの服屋さんで君が仕事を始めたって言うから顔を出しに行ったら、君とスズナちゃんが楽しそうにおしゃべりしていて、その少し後には一緒に冒険に出ちゃってるんだもん。本当にびっくりだよ。なんだかスズナちゃんに可愛い呼ばれ方までされちゃってるし。可愛い呼ばれ方ってヒデサイのこと？うん、そうそう、それさすがのぞみん。ヒデサイの良さわかる系？ヒデサイってマジヒデサイだよね。え？うん、マジヒデサイだと思う。どういう意味なんだろう。よーし、ヒデサイ行こう行こう。うちに任しといてよ。ヒデサイの記憶取り戻してあげる。ノゾミンってマジ可愛いね。やっぱアイドルってオーラあるよね。それは私のセリフだよ。スズナちゃんってとってもスタイルいいし綺麗だし、さすが大人気モデルって感じ。大人気は言い過ぎっしょ大人気だよ。ランドソルの女の子でスズナちゃんを知らない人なんていないんじゃないかな。待って待って、そんな風に褒められるのマジ恥ずかしいって。うちはただ楽しいからモデルやってるだけだし私もそうだよ。アイドルが好きで楽しいからやってるの。そうなんだ。ってことはうちとのぞみんフィーリングバッチリじゃん。うん、私たちとっても仲良くなれると思うな。じゃあこれから白く四十九だね。え、四十九？四六二十四じゃなくて？四個野郎みたいな。ああ、よろしく。なんだ、びっくりした。スズナちゃんのノリって独特だな。頑張ってついていかないと。ファッションショーだけど体の調子が良くなくてマジしんどかったんだ。でもファンの子たちの笑顔を見てたり声を聞いたりしてたら体のことすっかり忘れちゃって普通にランウェイ歩いてたんだよね。うん、それすごくわかる。私もライブ当日に高熱が出たことがあるけど、ステージに立ったら熱のことどこかに吹き飛んじゃって、けどステージが終わったら体に力が入らなくて、次の日はベッドから出ることすらできなかったな。ウケる。うちら似た者同士だね。え、どうしたのヒデサイ、なんだか怖い顔してるけど。あ、ごめんね、二人だけで盛り上がりすぎちゃったかな。え、二人とも自分の体は大事にして。なんだ驚かさないでよ。でもそっか、ありがとう。みんな気遣ってはくれるけど、
そんな風に心配してくれるのは君だけだよ。うちもそうだよ、ヒデサイ。ありがとね。なんだか気持ちが楽になったかも。やっぱヒデサイは優しいな。よくする系？デート？それはよくしない系かな。いきなりどうしたの？仲のいいモデル友達が最近めっちゃはしゃいでるんだよね。なんか狙ってる男の子とデートするらしくって、それが超楽しそうでさ。もしかしてデートってうちが知らないだけでみんなたくさんしてるのかなって思って。みんなはどうなんだろう。アイドルは恋愛禁止だから、少なくとも私はそういうのは全然。楽しそうにしてるの思い出したら羨ましくなってきちゃったよ。そうだねえヒデサイ、ランドソルに戻ったらデートしようよ。これ名案じゃね？彼とデート？ダメだよそんなの。なんで？なんでってそれは、私たちってイメージが大切だから。彼とのデートを目撃されて変に噂になっちゃったりしたら大変かもなーって。自分に向けて言ってるみたいで胸が痛い。のぞみんがそう言うんなら今はやめとこうかな。あ、だったらうちとのぞみんがデートすればいいんじゃね。女子同士だったら大丈夫っしょ。私と？それはセーフだと思うよ。やったー。じゃあ約束だからね。デートって言うから身構えちゃったけど、もっと軽い感じだったんだ。私ってば自意識過剰かも。でもいいよねデート。私も君としたいな。って、何かな、こっちをじっと見て。表情がコロコロ変わるからどうしたのかと思った？なんでもないの。あ、ほら、すずなちゃん追いかけなくちゃ。行こう。そういえば、すずなちゃんと君はどうやって出会ったの？ヒデサイとはね、お菓子屋さんで会ったんだ。ヒデサイってば鬼ヤバなんだよ。割引のパーセントも計算できるんだもん。あの時のヒデサイはマジヒデサイだったな。で、のぞみは？私はファンの人たちに追いかけられてたのを助けてもらったの。でも君ってば、私がアイドルだってこと知らなくて。面白かったな、あの時は。はあ、ヒデサイ、それは寒いわ。のぞみんを知らないとかマジありえないって。でもそのおかげで私もまだまだだなって気づけたし、出会ってからは感謝しっぱなしなの。それに君といると素の自分でいられるっていうか。わかる。うち、ヒデサイといると時間がすぐ過ぎちゃう感じがするんだよね。なんでだろう。あ、スズナちゃんもなんだ。私もそう思ってた。やっぱり一緒の時間が楽しいからじゃないかな。って、私、勢いですごいこと言っちゃったかも。うちもそう。やっぱりうちとのぞみん、フィーリング合いまくりじゃん。すずなちゃん、それ以上はやめて。って
ことはヒデサイってうちにとってもノゾミンにとっても大切な。お疲れ様、スズナちゃん。私も限界かな。でも魔物を倒せてよかったよ。君も私たちを強化してくれてありがとう。で、あれ？そこに落ちてるのってもしかして、あ、ね、急に光り始めたよ。なになになにこれ、鬼おばなんですけど。また動きがずれちゃった。ダンスってマジ難しいね。足引っ張ってごめんね、のぞみ。ステージの当日まで練習に付き合わせちゃって、うちダンス舐めてたかも。椿ヶ丘コレクションでのぞみんとコラボステージをするって聞いた時はめっちゃ楽しそうって思って、そのことをヒデサイに話したらのぞみんと知り合いだって言うから、ならプライベートでも練習できるし楽勝じゃんって思ってたんだけど、今はつらみ。そんな風に思わないです、スズナちゃん。スズナちゃんはダンスを舐めてなんかないし、私一緒に練習しててすごいなって思ってるんだよ。ウォーキングが綺麗だなとか、視線の送り方が上手だなとか、いっぱい刺激をもらってるんだから。マジで？ありがとう。のぞみマジ天使だよ。ヒデサイの紹介で初めて会った時から天使だと思ってたけど、今は鬼天使じゃん。鬼なのか天使なのかよくわからないけど、とにかくラストスパートだよ。練習に付き合ってくれてる彼のためにもこのステージ成功させようね。おう、どうしても動きが合わない。なんで振り付けに意識がいっちゃうとちょっとずつ動きがずれちゃうよ。もう会場に入らないといけない時間だし、どうすればいいんだろう。スズナちゃん、提案なんだけど、振り付けシンプルなものに変えてもらおうか。え？振り付けがシンプルになれば動きを合わせられると思うの。演出の人にきちんと話して。やだ。スズナちゃん？のぞみ、それは絶対やだ。うち頑張るから、振り付けはこのままで行こう。このお仕事のために振付師の人も衣装を作ってくれるデザイナーさんも職人さんも一生懸命やってくれてるんだもん。うちがサボるなんてありえないっしょ。うちだってファッションモデルだもん。ステージに言い訳するとか超ダサいし。ごめんね、足引っ張ってるのはうちの方なのに偉そうなこと言って。ううん、そんなことないよ。こっちこそごめんね。ヒデサイ、うん、ありがとう。うちヒデサイが応援してくれたら何でもできそうな気がする。うん、本番までまだ時間はあるんだもん。スズナちゃん、もう一回やってみようよ。次は絶対にうまくいくよ。
分してくれるんだね。ありがとう。よし、のぞみ、会場に入る前にもう一回だけ練習させて。次はバッチリ決めてみせるから。みんな盛り上がっていこうね。チャンス、パーティーが始まるよ。それにしてもあそこの男、さっきから冷酷な振りが切れてるな。くしゃー、負けられねー。君ってば、私たちより派手な動きかも。嫌な顔一つせずに練習に付き合ってくれて、今も全力で応援してくれて本当にありがとう。君がそばで応援してくれてるんだって強く思えたから、私たち頑張れたんだよ。君は私たちの恩人だね。ヒデサイ超マジな顔しててウケる。そんなに思いっきり振らなくてもちゃんと見えてるのに。うちヒデサイのことなら会場のどこにいたって一発で見つけられるんだからね。さっきヒデサイが近くで応援してくれてるんだって思えたら気持ちが楽になってダンスに集中できるようになったな。ありがとう、デサイ。本当にありがとう。うちも頑張る。それにしても、のぞみんってやっぱりすごいな。ステージングもダンスも、さすがアイドルって感じ。超やる気出てきた。うちものぞみんみたいに、もっとステージで輝けるようになりたい。かっこよかったな。練習の時のすずなちゃん、私だったらこのままの振り付けで行きたいってあの状況で言えたかな。自分の思いを貫くことの大切さ教えてもらっちゃった。今日はマジでありがとう。最高に楽しかったよ。それじゃまた。私もだよ。不思議な夢を見ちゃった。すずなちゃんも君も出てきて。マジで？うちもうちも。ヒデサイがさ、サイリウムめっちゃ振ってて超ウケた。え？私の夢でも同じことをしてたよ。あ、そっか。つまり今のが君の記憶の鍵ってことなのかな。ってことは、お手伝い大成功ってことじゃん。やったー。そうみたいだね。でも、これ以上はダメかも。さすがに疲れちゃった。うん、うちもヘトヘト。ごめんね、ヒデサイ。ちょっとダメっぽい。え？またいつか一緒に来たい？もちろんいいよ。そうだ、よかったらまた3人でここに来ようよ。君の記憶の鍵ってこれで全部ってわけじゃないでしょ。そっか、じゃあこれからも手伝ってあげないとだね。うん。それにここならゆっくり君と過ごせるし。のぞみ、今なんか言った？ううん、何も。それじゃあ今日は帰ろっか。そうだね。じゃあ次のオフの日にまた3人でデートしよう。うん、賛成。